さん、時が過ぎるのは早いですねもう私たちも知り合ってから10年になると思いますおそらく10年単位でこういった人間関係が振り返れる人ってのはそんなに多くはないと思うんですよね家族ぐらいになってくるんじゃないですかねまあもしくはナミさんはもしかしたら10年以上の常連さんっているのかもしれませんけどもまあでもそれにしてもねこうやって日々何かの やり取り取をして10年といいいうのはなななななかかかんじゃないかなと思います思えば山口陸、電子書籍あの辺りで私たちのきっかけがあったのかもしれませんえそして吉田さんともね最近吉田さんとの10年っていうのを振り返って動画撮ってるみたいですけどもそちらのもパート5になったんですかねまだまだ続きがあるようなないような感じにしますんでそちらの方も楽しみにしたいと思いますけども今日はね「カルダのエーダー」についてのご報告をいただきました まあ私も同じようなステーキングに参加してますので、まあ、大体ね、どのぐらい持ってればどのぐらいの報酬かなっていうのは想像がつくわけなんですけども、ステーキングに参加した当初ってのは、年間で5、600万ぐらいは浮くんじゃないかなと思っていましたけども、そんなことはなくってね、やっぱりステーキングといえども、体の枝の単価自体が今みたいに70万、70万じゃない、70円ですね。全然違いますね。70円前後に落ちてしまえば、 まあそこまでのインパクトはないかなっていうのと同時にですよ同時に今暗号通貨全体的にちょっとおとなしくなって落ち着いちゃいましたよねビットコインが300万前後ウロウロしていてもう長いですしここで安定しちゃったのかなって気もします一時期はね1000万を目指すことを疑わないアナリストが多かったなと思いますしそういった暗号通貨のアナリストの情報を見れば見るほどあそうなのかなっていうふうにポジティブに感じたもんです そのポジティブに感じた気持ちがさらなるビットコインの購入に対して動機を起こさせて値段が上がっていた部分もありますけどもこういう気持ちとか風が吹いたことによって根拠なく購入する一般投資家っていうのはですね今度は逆回転が起きると老売りっていうのねねみんんな一すするんですよねそれで一時期700万円をタッチしたビットコインも半額以下の300万円。 数十万っいいうことになっちゃいましたそしてイーサリアンもね今20万円をなんとか超えましたけども一時期50万前後だったわけですよねまあそう考えるとうんあの体の A だっていうのは340円ぐらいから今70円ですからだいぶねその値下げ率っていうのは高いなと感じちゃうわけですけどもさあどのようにこれからね暗号通貨のことを考えていくでしょうかってことでございます8月になりましたんでね今年もあと半分残すことになりました 通常この時期っての暗号通貨結構高値をつけてるんで、ここからもしかしたら価格が下がっていくのかなと懸念するわけですけども、負、まあ、けでもね、景気交代って言葉が最近はよく見られるようになりました。景気交代をすると考え方は2つです。交代した景気に合わせてマーケットを縮めていったりね、自分の行動を抑制したりする。まあ、そんな方もいらっしゃるかもしれません。でも逆に、 景気後退が起きてるからこそ挑戦して攻撃して資産を増やしていくチャンスだと感じる人がいるかもしれません景気後退すると基本的にいろんなものの物価は下がっていく傾向にありますでも景気後退していても価格が下がらないむしろ上がっていくっていうそんなね形が見れるのが今なんですよまあそれをスタグフレーションっていうふうにまっすぐは言えないんですけども確かにね今回の景気後退って 何らかの問題が起きて、人口が減ったとか、テクノロジー衰退したっていうことではなくて、やっぱりね、大国が対立して、世界を二つに分けて、グローバリズムからブロック経済に後退していった、変化していったっいうことで、交易が一部ね、衰えていったところに多くの原因があるんじゃないかなと思います。まあ、あの、大きな事件としては、トヨタ自動車がね、主力送信である、ランドクルーザーの発注ですとか、 その他、審査の受付をやめてしまったということがあります。あの、半導体その他、専門部品が入手困難になり、まあ、車のね、受注ができても納品が数年後ってことになるんで、じゃあ新車の受付はやめとこうかってことで、となると売り上げ立たなくなっちゃいますよね。で、そこで考えられたのが、サブスクってやつらしいです。要するに、車を市場に販売で出しちゃうと、 生産し続けないといけないと思いますけども、サブスクってことにすると、いつか車は戻ってくるわけですよね。トヨタの方,方に。そうすると、そこから分解して取り出した様々な部品、半導体なの半導体を再利用して、次のサブスクの新車に当てるっていうこともできますんでね。まあそもそもサブスクってのは別に新車である必要はないんで、えー、中古車などがね、どん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 使われていくのかなと。 だからマーケットにかなり変化をもたらすんじゃないかなというふうに考えることもできるんですよ。しかもサブスクにしたところで新しいテクノロジーをどんどんね、そのサブスクカーに埋め込むことができますんで、テクノロジーを発展するみたいなことが起きるのかなってことですよね。まあ、あの、いろいろと想像はつきないんですけども、どういうふうになっていくんでしょうかね。じゃあこの夏も一緒に過ごしていきましょう。それではナミさん、お疲れ様です。